皆さんこんにちは。ニュースピックス編集部でビジネスツールを担当している東です。今回すべての取材をリモートワークで行っています。僕の家で動画撮ってます。でリモートワークの必須ツールといえばこちら Zoom です。Zoom はオンラインで世界のどこからでもビデオ会議に参加できるソフトウェアです。チャットツールの Slack と一緒に、リモートワークの定番ツートップと言っても過言ではないんじゃないかなと。今喋ってるこの画面も実は Zoom で撮ってます。今日は Zoom の幹部に直撃して教えてもらった直伝の最強の活用法をお伝えできればと思います。では早速使ってみましょう。使い方はとっても簡単です。まずパソコンやスマホに Zoom のアプリをダウンロードしてください。無料でもかなりの機能を使うことができます。ビデオ会議を主催する、ホスト以外はアプリをダウンロードしなくても会議に参加できるんです。ちなみに3人以上が参加する場合は無料プランだと40分で会議が強制終了してしまいます。1対1だったら無料でも時間は無制限でビデオ会議ができます。いざ Zoom で会議をしたりしていると同じ画面をみんなで見て説明をしたり議論したりしなきゃいけない時が出てくるかと思います。そういう時は画面共有機能を使えば解決します。こちら下の画面を共有から押せばあっという間に共有ができます。今こっちの画面共有されてますか？はい、見えてます。スマートフォンの画面を取り込むこともできます。さっきと全く同じで画面を共有から iPhone、iPad、 そうするとこんな感じでスマートフォンとつながるので共有したい画面を選択すれば見えてますか？見てます。はい、はい、メモを取りたい、そのメモを共有したりしたいときはホワイトボードを選択します。すると真っ白な画面が出てきてこれが相手にも、でここでテキストを書いたり図形とか絵を書いたりもできますね。Zoom の思想の根本には Zoom は会議をただリモートで行おうというサービスではないという創業者の思いがあります。まずはこちらをご覧ください。リモートワークって結構こう孤立しちゃうんですよね。一日家にいてバーチャルランチやってるんですよ。もともとある暗い会議をいくらつなげたって暗いんですよそういう観点じゃなくてビデオを中心にしてどうやってコミュニケーションを活発にしていくかっていうことを考えて作ってるんですよ。これはバーチャル背景という機能ですね。実はこの背景の画像は自分で追加したり変更したりすることができます。こんな感じで動画にも変えられたり、南国のビーチで自分でも追加して背景にすることもできます。こんな感じ、あ、ちょっと今変な、こんな感じで会話を盛り上げるネタになったり、そのオンラインのミーティングの潤滑油みたいな感じで壁紙を使うこともできるってことですね。ちなみに Zoom には、美肌機能があります。ビデオフィルターというのが、そのモードにあたるんですが、肌を少しだけ、綺麗に見せてくれる機能になってます。適用してみてどうですか？なんか肌が滑らかになって少し白くなった感じがするのと、ちょっと輪郭がすっきりしたような気はします。どちらかというとあった方がいいですし、ずっとつけてたいなという感じはします。このバーチャル背景機能など Zoom だけが可能なテクノロジーの集積があります。顔認識の技術はもちろんなんですが、クラウドとエッジで必要なデータだけを常にインターネットを通じてやり取りしているからこそ、高度なこういった画像認識とかの、コンピューティング性能を引き出している。なかなか他のライバルのビデオ会議サービスではここまでの機能だったりレベルにはたどり着いてないんじゃないでしょうか。Zoom のテクノロジーはさらに別次元でも進んでいます。こちらを見てください。ニューヨーク支局の森川記者がシリコンバレーの企業を Zoom を通じて取材した時の模様を録画したものです。画面の、右側を見ていただくと、話した内容が全て文字起こしされているのが、分かると思います。これは AI で音声認識をしたものですね。さらに今年は英語でのリアルタイム文字起こしまでできるようになるとのことです。残念ながらこちらの機能はまだ日本語には対応してはいないんですが、その代わりに新たな機能が追加されたということなんですね。翻訳者機能、海外の相手と通訳を介してズーム会議をしたいとき、その通訳さんの声と、スピーカーの声が、同時通訳のように絶妙なバランスで、こちらに聞こえてくるという機能、ドラえもんの翻訳こんにゃくと比べると、アナログに感じるかもしれないんですが、なんかリアルな手触り感を、そういうのを大事にしているやっぱズームならではの機能なんじゃないかなと思いますね。今回紹介させていただいたのは Zoom に搭載されている機能のわずか一部です。それでもこのソフトウェアの破壊力を感じていただけたのではないでしょうか。 Zoom はどこまで進化していくのか、最後に創業者の言葉を借りて締めたいと思います。2035年にはコーヒーの匂いが伝わってハグができるようなサービスにしたい。今日もリモートワークお疲れ様でした。乾杯。乾杯。はい
こぼしちゃった。